ここで特別企画の展示をします。2年目になります。でそれ特別企画っていうもので何かをしようというので、始めた意図はですね、現代童話会っていうメンバーの中でやっぱり絵を発表しますが、それに付随するいろんなね、深いものをいっぱい持ってる人がいるので、それを少し紹介していきたい。で昨年は、有賀忍さんの、こんな子いるかなっていう NHK のお母さんと一緒でやったシリーズの紹介をしました。で今回はですね、僕はちょっといろいろお世話になって、出した版画の尾崎豪斎という人の本があるので、それの、展示をしてみようということで、この企画に至りました。で話す内容はね、全然まとめて なんかまとまらないので、だら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 いきますがよろしくお願いいたします。それでね、まず版画なんですけど、僕の本業自体はね、タブローっていうか平面 の絵画作品なので、情景画を描いています。で風景の中に人の香りとか空気とかそういうものを入れるような絵を主に、一室にちょっと今年は鎌倉の大仏さんを描きましたので、ああいう絵を描いています。でそれをああいう絵をですね、描くっていうこと、一つの自分のスタイルを作って描くっていうことはすごくね、実は大変なことなんですよね。簡単にポッポッといかない。で、僕実はこの現代童話会に42回転ですけど、1回転が出ました。で、現代童話会に育てられたようなものなんだけど、最初はね、やっぱり書き方とか考え方とか違ってたんですね。で、やっぱりちょっと面白風のものを書いてたんですけど、だん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 、自分が習った油の体験とかそういうものがフィードバックしていって、どういう風に形を作ればいいのか、発表するたびにね、悩む。で発表するとね、発表する直前、胃が痛くなってね、寝れなくなる。そういうのが何年も続くんですよ。で1枚の大きな作品を作るのに大体半年から10ヶ月ぐらいかかるので、ずっとね、これ決めたのにそれをやってって壊す、それでまた作り直して壊す、そういう作業をしてて、あまりにもストレスが溜まってですね、女房に話しても解決してくれないし結局自分で解決しなきゃいけないので、何かもうちょっと簡単にやって、ちょっとこう息が抜けるものをしようと。そういう時にですね、僕は前勤めてた千代田っていう専門学校に漫画家の先生で長島真嗣さん、もう亡くなりましたけど、昔風天とかね、漫画家残酷物語、それから一番売れたのは柔道一直線、あの漫画を描いた先生が来られて、すごく気に入ってもらってね、その先生はいいことから悪いことから全部やってる。で僕はいいことしかしてないので先生がちょっと悪いことしようよって誘われて、いろいろね、教わりました。でその時に、伊藤君ね、ちょっと木版やってみない。その先生は木版をやったりとか、パイプを作ったり、将棋の駒を作ったりね、紙飛行機作ったり、いろんなことやるんですよ。いろんなことやるんだけど、そのうちの木版ね、面白いからやらないって言われて、大学の時ね、銅版とかリトグラフをやってたんですよ。と同じことやると戻るじゃないですか、自分のね、こうやってるところ。そうじゃなくて、木版だったらこう誰もができるから、こうプリミティブな形で何か表現できるんじゃないかと思って、ちょっとやってみようと。で対策は大変だけど、そういう手のひらに入るぐらいのものだったらちょっと作れるかなと思って作り出したんですね。で作り出した時に、こうたまたまね、ラジオでね、この豪斎の、これは違うな、パンフレットで、で通信、そこの裏にここに載ってますね、写真が。宵の覚めかけの星が出ている、このフレーズがね、流れてきたんです。ラジオだから映像は見えないね。でそう、何かなと思って、でいくつか4つぐらいね、そのパーソナリティが喋って、聞いた時に、これも面白いなって、一体誰だろうと思って
調べて本に行って、あ、もう大正時代の人なんだと、そういうものを見て、でそれから一生懸命読んでね、見ていくうちに、これひょっとしたらね作れるかもしれないって作り出したんです。で作り出して、最初、実は、その作り出して10枚ぐらい作った時に、あゆみ展っていう昔教員と星野先生で作ってる展覧会の最初の頃に出したの、展覧会で割と好評でみんな面白いよって言ってくれるので、じゃあこのまま続けてみようと。で続けてみて、3年ぐらいしてからですかね、一つの本にしたいと思って、そこの中に入ってますけど、こういう本を自分で作りました。印刷を教え子の印刷会社に頼んで、製本は全部自分で、先生自分でできるんだからやれと、300部限定、もうそれ以上作り、お正月も全部返上して、一人で家族は手伝ってくれないで、一人で作ったんですよ。それでケースを作って、こういうのを作って、最初からね、こうやって、これが最初に作った3年ぐらいして、で最後のとこに、何分の1っていうのが入ってるんですけど、300分の1から300までね作って、でそれを長嶋先生が面白がって、いっぱい買ってね配ってくれた、いろんなところで、いろんなところで配ってくれた中に、阿佐ヶ谷の大雑貨っていう喫茶店のマスターが気に入ってくれて、うちで展覧会やってくれないか。でその時に高裁の展覧会をいくつかやってたんで、いやもうやったばかりからできないです、何でもいいからっていうので、そこでいろんなことを展覧会やるようになったんですね。それがまあ励みで、これをずっと続けてい、きました。でこの展示はですね、あそこの右の一番上に扉を1枚ありますから、その下がこの高裁っていう人の最初の一句なの、最初ずっと160枚あって、あそこの一番下のとこが死ぬ時の一句ですね。で160枚あります。でここでね、まあ豊斎の話になりますけども、尾崎豊斎っていう人をそのラジオで聞いて調べた時に、僕は種田三等家っていう人は知ってたのね、今好きだったから。でそれの追をなすこういう人がいるんだっていうことを聞いて、これはと思って、彼が、まあ、歴史的にですね、ここで勉強して、ここで育って、ここで就職して、あの東大の、何かだったかな、法律だったかな、経済だったかな、そういうの出て優秀なんですよ。優秀なんだけど失敗をする。で銀行へ勤めて、銀行行って上司と会わなくて、それが合わなくて左遷させられる。でそういう、こうちょっとね屈折したところを持ってる人なんですね。それでその人が、銀行失敗して、どのぐらいですかね、だいぶ結婚して、まあ、結婚の話するとあれだけど、いとこを好きになって親に止められて、それから屈折してるんですけど、それで再度、就職するときに鳥取の田舎の人と結婚して、で満州の方に、中国の方でも事業に失敗して、最後ね俳句しかないんですよね、自分を認めてくれる範囲から。そういう言い方をしている人で、最初は定型句だったんですけども、先生が藤原清泉水っていう先生って先輩ですね、東大に、その人が自由律俳句っていうのを大正時代にやって、正岡子規からの五七五から季語と五七五を外す、もっといい厳選した句をやるっていう運動があったんですね。それに、早雲っていう雑誌を出して、そこにいろんな作家の人が投稿して、その中の2人のスターが三等家と豊斎、この豊斎ですね。で三等家は、まあ、根が明るい、豊斎は根が暗い多分ね生きてて話すると友達になれない、もうものすごくね厳しいよね。で先輩たちが、あの他に今後困るだろうからって言ってお弟子さんを紹介すると、お弟子さんの句をボロクソに言ってしまう、耐えられない、でそういう
繰り返しの中でみんなお弟子さんも離れちゃうね。そしてで最後は、奥さんともちょっと別れて寺男になって、いろんな寺を最後小豆島で、亡くなったんですけども、亡くなるのを知りながら行ってね、で お遍路さんのお賽銭で生きる、自立俳句っていうのは、五七五じゃなくて、やっていくので文字が広くても狭くてもいいんですね。でどんだけ詰められるかっていうのを何回も繰り返して、でそれを純粋に追求するためにはね、やっぱりいろんなものを把握していくわけですよ。であそこの最初の時の句は1回目の句は、東京大学にいた時の句なので割と近いですね。でずっとやっていって、でいろいろ展開をしていった最後にその小豆島に行ったのが8ヶ月ぐらいで亡くなってるのね。1年いなかった。で1年いなかったその時の句が割と旬くていい句が多い。でこの中にですね、僕はそういうこと知られずずっとこの句を読みながら掘ってたんですけど、この辺そこのこのここからね、ここからこっちがずっとあそこまでがその8ヶ月です。それまでがずっとその42歳で亡くなってるから41年、まあ学生の時だから30年ぐらい、まだ他にもいっぱいあるんですよ。いっぱいあるんだけど、そんな割合なのね。一人の人間が追い込んでいって一つの言葉を吟味する。で同じ句もねあるんですよ。で前にで僕が実は掘って、この句を掘って一枚できたのに、また違う言葉が出て、もっと短い言葉が出て、同じ句なの。そこ何回もね、もう一回前の方を直したり、そういうことをしてるんで、ちょっともう一回掘り直す。そういう作業をしながら作っていくの。で、実は、あそこの最初のところを作った時から、その最後死ぬ時まで20年かかる。これは、掘るのにね。で、まあ、本職の絵を描くのことと、学校で教えることとやってる合間にやっていくので、その版画は面白いなと思ったんだけど、これをね色付けないでこの人の俳句だからモノクロでやろうと。でそれでずっと最初のやっていくとね、これはね作った順番じゃないですかね。この人がこの方才が句を作った順番に並べてるので、僕が絵を描いた順番はバラバラ、今この方才の言葉に合わせて順番に一から句を作るしたので、で最初のね30、40はねもうほんと軽くできちゃう、読んだらできちゃう、だからこんな面白い面白い。でその後がねできないんですよ。でそこからが絵なんです。絵ってさ、そのポンポン出てくる時はいいよ、まあキャラクターでもそうですけど、で出てこなくなった時からがね自分の勝負で、そこをね実はこの動画界の人たちに分かってほしいと思って、いややりなよと同じことで、それで、まあ、展示するつもりになったの。それを伝えた。でそのここに版がありますね。これ160枚あるんですけど、この一つの句だけど何枚かの版になってるのがある。1枚でできたのもあるし、でこれはね例えば句の字が逆になってる、ね、美しくの句が逆に逆さまに彫るからね、逆さまに掘ったつもりなのに吸ったら違ってる。そういうことが、それを擦り直す。そうするとね最初の絵が、最初間違った方の句の時の絵はすごくいいんだけど、直した句の絵が良くない。これはねよくあるんです。ともう一回掘らなきゃ、もう一回掘るとまたダメで、ずっと結局最後一番最初の違ってもいいかこれを使うかとかそうなるのね。で本当にね微妙なとこなんだけど、そういうものを吟味しながら作っていく。で木もねその決めてないんですよね。その辺のこう なんていうのかな、木材屋さんの表で売ってる小さい木から始めたんだけど、だん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 ねこう適当な木がなくて厚い木になったりから薄いしなべには使ったり、でいろんな木によってこう彫り方の感じが違うので、それも面白いと思ってやりました。でこの160やるっていうことはすごくね僕は自分の絵にとって勉強になったんですね。だから絵はね構成を勉強してほしい。で自分のできないところから先をね勉強してほしい。でそういうふうに思っています。
で、それをですね、この最初に作った本、これは300冊もないんです。全部売れちゃってとか、で欲しいっていう人がいたので売っちゃって、もうちょっと2、3冊しかないんですけど、それで、今日はね、後ろに参考社の社長が来られてますが、いろいろ相談乗ってくれて、この本を作ることができたのね。で、実は参考社の社長、野島さんね、に会うまでね、行っても行っても断られる。なぜか、当社は売れない。暗い。ね、三等価だったらできる。でも僕は包載しか作ってないから、でそれでいろいろこういう形の本を作りたいんだ、こういう形の本は手間がかかる、お金がかかるっていうので、で最後にね、いろいろこう、野島さんが作りましょうよ、作ってもらったんだけど、再販はしない、在庫は少しある、なくなったらもう絶版ですから買ってください。でまあね、希望がある人はこれ、ここへ貼って出してる。切手のところに僕の猫のマークを貼りましたが、この句もあります。まあ それはね、興味があったら、で毎日寝る前に一句読んで寝れば、寝覚めは良くないかな。でこれがね、僕は法政がね、だから寄ったところへずっと旅したのね。若狭の方のね、良光寺ってお寺、妹がいるお寺ね、若狭の方の、そこのとこから、それから京都のお寺ね、京都いくつか行ってます、それから須磨のお寺ね、それから最後にその小豆島のお寺で行って、でそのためにこれを小豆島で買った、これがね、小豆島で作ったパイプ、これが全部ね、で8ヶ月でこれだけ、まあその下積みがあるんだけどね、同じ句を再考してやってたりするので、でこの人が8ヶ月の間に280ぐらいあるのかな、この句をこう決めて、総務っていう雑誌に投稿してね、で発表して評価を得ているんですけども、そのどういうふうにしてね、やっぱり言葉を吟味して選んでいくかで、その今までずっと生きてきた中でできたものより最後のその発掘の重みが違うんですよね。そういうことが絵にとってね、すごく大切だと思う。でそれを知る旅の旅です、ね、いやまあ知らないで言ったんだけど、すごいものだなと思います。で、この中の、まあ、句で一番最初に、こっちか向こうかな、そのさっきの、酔いの覚めかけの句が最初に作った一枚、これこの句がスタートでね、で最後の方は160枚作ったら長嶋先生が一冊の本にできるよと、それを目指してやりなさい。で180ぐらい作ったんですけど、160に選ぶまでに20年間かかる。でそういうことをね、やるっていうことが、まあそういうふうにやらなくてもいいんですけど、そういう姿勢を持つことがね、自分の絵を広げる、そういうことにつながるので、ぜひね、知ってほしい。この人の生き方もね、もうものすごくね、嫌な人吉村明っていう小説家がね、秋も暮れてみたのかな、そういう文庫本出してますから面白い。で昔 NHK で名古屋放送局なんかが作って、橋爪さん、高さん、あの人が主役でやって、でその話もあるんですけど、あれはね、渥美清がやりたかった。で実は長嶋先生もこれをやりたかった、放送をやりたかった、先にやっちゃったんです。やれなくなったんです。それで、そこに3冊全集がありますよね。放送のね、その全集の中の表紙に鶴太郎さんの絵が描いてあるんですね。で中身にね、こういうのがつくの。で、こう入れてもらったんですよ。こういうね、この編集の人が来て、
入れさせてくださいって入れてもらったんだけど、3巻目はね、鶴太郎さんに取られちゃった。やっぱ有名人は違うなと。でもそれもまあね、話かなと思ってですね、1、2巻は記念に持ってる。それに買った時にもし入ってれば、ここにね、この辺にある句が載ってますね。そういう、言われもあります。だからそんなところで、この版画とか、本を、見てもらえばいいかと思いますが、全然まとまらない。あ、自由律の句をちょっと、ここにね、プリントに僕の、まあ、簡単な柄と、方斎の、まあ、生きた形ね、と、それから最後に自由律俳句ということについて説明したものが少しありますので、読んでみてください。何か特に思い出すと、でこの方斎のね、俳句を好きな俳句の人とかファンすごくいるんですよ。すごくっていうね、すごくっていうのはおかしいな、いっぱいっていう意味じゃない、濃いで、濃いからね、来て文句を言うこれは違うってこんな絵じゃないまあね、違うからね。で、絵は僕の絵をこれに当てはめて作った。で、絵はそういうものでしょ。で、俳句は方斎が吟味して作った俳句で、その人は別の受け取り方をしてるわけです。で、それなので、そういうことを全然全く買ってくれないファンがいっぱいいる。だからそーっと展覧会を、そーっとやられて、そういう人が来るからね、ギャー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 騒ぐから、ね、で、そういうね、苦労はあります。そういうね、熱烈なファンがいるタイプの作家ですね。そんな紹介を終わりますが、何か質問ありますかね。ないよね。あと何かあったら言ってください。こんなもんでいいかな。あんまりね、長くただただ喋れない。言い残したことはありませんね。言いました。どうもありがとうございました。